皆さんこんにちは。知の種の認知症予防動画です。今回は文字の並べ替え脳トレです。2つの単語の文字がバラバラに並んでいますので、並べ替えて正しく完成させてください。問題は全部で8問あります。制限時間は40秒です。単語はそれぞれ4文字で2つ完成しますよ。文字は残ることなく全て使ってくださいね。それでは早速始めましょう。1問目です。単語を2つ作ってください。答え合わせです。まずそれぞれの頭文字はひとろです。左は次にこうき、そして右はけつととなり、正解は飛行機とロケットでした。わかりましたか？このように文字を並べ替えて2つの単語を作ってくださいね。それでは次に行きましょう。2問目です。単語を2つ作ってください。答え合わせです。まず頭文字はおとうです。左は次にかりな、そして右はくででした。正解はオカリナとウクレレでした。わかりましたか？オカリナの発祥地はイタリアでオカリーナと発音しますよ。3問目です。単語を2つ作ってください。答え合わせです。まず頭文字はもとまです。左は次につきん、そして右はらかすでした。正解は木琴とマラカスでした。うまく並べ替えることができましたか？
4問目です。単語を2つ作ってください。答え合わせです。まず頭文字はうときです。左は次にいろう、そして右はんつばとなり、正解はういろうときんつばでしたよ。ういろうの発祥は実は中国で、中国から福岡の博多に最初に上陸したそうです。名古屋で有名になったことでご当地名物になったようですよ。5問目です。単語を2つ作ってください。答え合わせです。まず頭文字はどちらもまです。左は次にかろん、そして右はふいんとなり、正解はマカロンとマフィンでした。どちらも美味しそうですね。それでは次に行きましょう。6問目です。単語を2つ作ってください。答え合わせです。今回の頭文字はせとあでしたよ。左は次にんちや、そして右はおじるとなり、正解は煎茶と青汁でした。時間内に分かりましたか？7問目です。単語を2つ作ってください。
答え合わせです。今回の頭文字はすとさです。左は次にいれん、そして右はざんかでした。正解は睡蓮とサザンカでしたよ。睡蓮とハスはよく似ていますが、実は全く違います。見分け方を知っていますか？睡蓮は水面に浮かんでいるように花が咲きますが、ハスは茎があり水面より高いところで花が咲きますよ。それでは最後の問題になります。単語を2つ作ってください。答え合わせです。今回の頭文字はしとこでしたよ。左は次にまりす、そして右はよ、横棒てでした。正解はシマリスとコヨーテでしたね。いかがでしたか？今回は何問正解できましたか？最後におまけ問題を出題します。20秒の制限時間内に単語を完成させてください。それではスタートです。答えはコメント欄へお待ちしています。この問題は以前知の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので、答えをチェックしてくださいね。以上で問題は終了です。知の種のホームページでは脳トレを無料プリントとして配布しています。そちらもチェックしてくださいね。ご視聴ありがとうございました。コメントと高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。